皆さんこんにちは、こんばんは。風がね、まだね、だいぶ強い。台風の中をね、いったんはさ、真っ昼間から温泉に向かってます。もう台風でね、仕事やってたんだけどはかどらないっていうかさ、もうこれ以上やっても今日はもうしょうがないなと思ってね、温泉に行こうと思ってね、出てきました。さすがに車も少ないな。車も少ないね。取引先にね、用事があったんだけど、電話をしたんだけど、もう出てくるなって言われた。ちょっとね、そこは海岸ベタなんでさ、とんでもなく今風が当たってて危ないからもう来るなって言われて、しょうがないよね。そんなね、台風の中を出て回ったらね、大変だよね。だから温泉にね、電話入れたんです。今日は空いてるの？って言って、空いてますよ。通常通りですって言われたんで、台風の中をね、まあ、このまま待ってたってさ、多分鹿児島はね、今日いっぱい暴風圏内からさ、抜け出さないと思うんだよ、強風域からね。なんで、もう家にいたってさ、もうしょうがないからね。今昼なんだけど、もう昼飯も食わずにね、出てきた。お腹も空いてないからさ、まあいいかと思ってこのまま温泉行こうと思ってね、出てきたんだけどね、もうだいぶ木々がね、っていうか竹が揺れてるけど、木はそこまで揺れてない。ここは風が当たらないところなのかな。でね、じっちゃんが今から行く温泉はさ、あれなんだよ、山のね、上にある温泉だから。どうなのかな、入り口の駐車場空いてるのかな。入り口の駐車場がね、空いてないと下のね、駐車場に入れないといけないから、ずぶ濡れになるな。まあ風呂にね、っていうか温泉に入る前なので、濡れても大丈夫かとは思うんだけどね。今日はね、夜も予定があるんだよ。夜もね、もう待ち合わせをしてて、鹿児島市内のホテルにね、夜の7時頃さ、行かないといけないんだよね。そこにたまたまね、こう遠方の人が仕事でね、来たらしいんだよ。泊まってるんで、そこでだったら会えますよっていうことだったんでね、そこまで行くんだけどね。まあ夕方どうなんだろう。ただね、もう台風がさ、もうほんとね、のらりくらりとゆっくりね、進んでるんで、まあこれからね、スピードはさ、上げていくんだろうけどね、夕方までにはこのね、風雨がね、収まってもらいたいなって思うよね。でもこれぐらいだったら大丈夫なのかなとは思うんだけど、時たまね、風がね、強いんだよね。雨もさ、
車ね来る時がある。まあ今だんだんまたね雨が強くなってきたんだけどね、あスーパーもスーパーも開いてないね。スーパーも休みだね。夕べはねコンビニ行ったんだけどさ、もうパンもねカップ麺とかパンとかさ、こう非常食に近いようなものはねもう棚が空になってた。止められるかな、止められるかな、あれ車が何だなとこ止まってるんだ。あー並んでるな。やっぱり入り口にね、入り口にここの駐車場にみんな止めたいんだよね。下は雨が、雨風がさひどいんでね、もうしょうがないか、下に止めるか、下の駐車場に止めるか、濡れてしまうけど、まあしょうがないね。多分ね温泉も人が少ないと思うんだよ。あ車も少ないね、こっちはね、車も少ない。いや、冷たい。いや、うわ、雨がついた途端にもう土砂降りになってきた。よいしょ、入り口に止めとこう、一番近いとこに。バックモニターがさ雨で濡れてしまってさ、なんか画面がね揺れたり曲がったりするね。お金取って、お金取って、ね、小手に入れに入ってたと思うけどね、お金入れ取って着替えを取って温泉道具を取ってと。はい、ということでね、いっちゃんは台風の中温泉に来ました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんね、台風進路のさ、近辺の方はお気をつけてください。雨もね、だいぶ雨雲がさ、かかるみたいだから、特に今、鹿児島なんだけど、熊本、福岡、佐賀、長崎あたりは雨雲がだいぶね、かかるんじゃないかと思いますんでね、お気をつけくださいって言っても、じっちゃんこの動画上がるのはさ、もう台風が過ぎてしまった後なのかなと思います。はい。とにかくね、災害のないことを祈ります。以上、ありがとうございました。さよなら。